体の鱗取ります。ハサミで取るっすね。硬いんですよ。ハサミの方がやりやすそうだね、鱗取るより。そうそう、細かいところですか、ね、うん、で、身順はどんな感じ。身順は簡単に手でほいっと、これ、うん、すげえ。身順は簡単に取れますね、これ。どういうラズなんだ。そして、うん、で次、まあ、前回も紹介したんですけど、あ、お腹、お腹切って、あ、どういう取り方ですか、ね、これありますよね、うん、これをパッて取ったら、はい、もうあら簡単、あら簡単、もう終わり、簡単調理、終わりです。これで終わり、これで終わり。そのまま生で食べてもよし、唐揚げにしてもよし、うん、ですね。あ、刺身でもいけるんですね。私も簡単にやってますね。簡単ですね。なんかもう全部コメント殺しか割って入ってきましたね、カラスがね、うん、これ全部指でいける。お、すげえすげえ。指でいけるタイプだ、これ全部。うーん、すごいっすね。指テクやばいな、たけし。指テクですね。はい、じゃあ下処理終わりですね。こんだけですね。地獄絵図ですね、これね。地獄絵図ですよ、なんだこれ。よろめだ。はい、先ほどね、下処理終わった魚ですね、これ。未順ですね。はい、こちら。未順。これどうするつもりですか、これ。これに未順を入れて、うん、ドロドロにすると、うん。それをご飯の上に乗せて、うん、卵乗せて、口の中に入れると。汚いっすね。表現汚くないですか、ちょっと。口の中に入れて、くちゃくちゃして、喉に通すと。口に袋に入れて、胃袋から腸に。あ、なるほど。最後肛門から出すと。美味しくなさそうだし汚いですね、いろいろ表現が。こちらを最初入れますね。これ今ぐらいに。じゃあ、行きます。え、これ回る。これカチャってはまる。ね、もうなんかミキサー使う前からもう食らってるじゃん。あ、もうはまったっぽいです。はまったですね。けど回らない。なぜだ。せーの。あ、分かった。ごめん、コンセント開けなかった。これでいきますか。はい。うわー、うわー、うわー。こんな感じですね。おー、いい感じに。まだ足りないですね。負けさっぽいな。まだ足りないですね、これ。なんか美味しそう。これグレ狙いそうだな、これを使って。それはどうかなって感じですけどね。なんでグレが狙えると思ってますか、これ見て。Here we go。おー、こんな感じ。大量殺戮兵器だ、これ。そうですね。ちょっと見た目はね、ちょっとあれですけど、うん、さあ、ご飯が寄せられていく。さあ、ちゃんとフュージョンしてくれるんでしょうか。俺、ビワ食べたいんだけど、普通に。俺、まだビワ食べたいんだけど、これじゃ見た目ちょっとやばいよね。中身が問題ですからね、見た目より。いきます。はいはい。あ、なんか色が良くなったね。お、重そう。青物を入れたらもっと押しやすそうだけどね、うん、なんだこれで。これうまそうだろう、絶対。うまそう。うん、朝食ですわ、これ。もう朝に食べてるから朝食ですわね。朝食に持ってこいですね、これ。あ、朝食に持ってこいって意味ですか、うん、そういうことです。どれどれ、わしはちょっとね、全部ぐちゃぐちゃしていっちゃう。まさみもかけちゃったら、いただきます。はい。うまっ。うまいよね、うん、これよ、目つぶって食いたい。いや、見た目がこれだから。ちょっとなんかまずそうに見えるでしょ。目つぶって食ったらうまいって。なんていうの、卵かけ納豆ご飯。ああ、あれ、あれの海バージョン。海バージョン。海がね、ちょっと魚の納豆の味に変わるってすごいですね。なかなかすごいですね。はい、じゃあみんなで食べていきましょう。はい、はい、お次は何ですか。ハラダの天ぷらですか、これ。天ぷらですね。天ぷらと素揚げにして、うん、素揚げの方はふりかけにして、うん、天ぷらの方はそのまま食べてみようかなって。素揚げしてふりかけてどんなして作るんですか。素揚げにして、ミキサー。油少なくね。これを今からカリカリになるまで揚げていきます。これね、この鱗ついてるよ。鱗ついてるよ。あれ、鱗がついてて、あの顔と内臓だけ取ったやつですね、うん、でこっちは鱗も取ってるし、内臓も顔もないし、こっちは鱗ついてる、こっちは鱗ついてない、
ゃあ食べ比べてみようかなって。うろこついてる状態で料理しないですからね、普段ね。そうだよね、いつも剥がすけど、もしかしたらついてても美味しいかもねっていう。これ好きな人もいるみたいですね。いるんすか。いるらしいですよ、金さん情報によると。金さん情報。うろこのこのバリバリ感が、お酒のつまみに美味しいっていう人が。ああ、なるほど。結構おじいちゃんとかは好きらしいです、ね、はいはいはい。で、はそうそう、で歯がなくなってくると鱗を取れてうるさくなる。噛めないからね。そう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 。何様の。あ、どれが鱗ついてるか分からん。どんな僕が話ですか。やっちまった。鱗ついてるのついてないの、もう衣つけたから分からなくなった。そうそうそう、分からなくなった。でも食べたら分かるんじゃないかなと思うんじゃない。そうそう、それでこそ分からなかったら意味がないよ。そうだね。結構パリパリになってきましたね、こっちの方もね。素揚げの方もね、なってきたね。うん。俺天ぷらって言ってるからね、これ全然天ぷらっぽくなくてないんですけど、これ天ぷらの衣って、まず水加えますよね。水加えてないっすよね。若干若干非常に表面ちょっと水分ですよね。ちょっとなふわふわした感じしてるな。そうですね、もうこれはこれで美味しいと思います。給食に出そうな感じだね、これ。金さん、あのトイレから今出てきたんですけど。っていう。キッチンペーパーないんだ。すいません、キッチンペーパーがないんで、トイレットペーパーで。なんかもう家でもサバイバル感だし。香り付きなんで。バラの香り付きです、うん、それ逆に不安になってくる。これサイル、これ何、大丈夫、これ黒いのついてる、これ大丈夫。あ、嘘。びっくりしたんだけど。マジで嫌なんだけど。マジで嫌なんだけど。死にはしない、大丈夫。死にはしないと思うんですけどね。素揚げですね。いろいろすごいな。ほら、カリッカリだ。ほら、本当だ。ちゃんとできてる。あ、音が違います。音が違いますね。カリッカラカラしてますね。おお。おお、いい音しますね。いいねー。いい音しますね。はい。はい。おお。いいね。ふりかけみたいな本当に。パラパラってますね。おお、すごい。出しちゃうんですね。暴走族のコールみたいになってますね。気づきましたね。ドキュン声入りました、ドキュン声。好きだった、もしかしてそういうの。おお、ちゃんとふりかけみたいになってる。すげえ。美味しそう。これは美味しそうですね。はい、どうなんでしょう。これが鱗、鱗取ってるやつ、鱗取ってるやつ、鱗ありだ、これ色が違うもん、明らかに。本当は色違うんですよ。白ギャルと黒ギャルぐらい違うんですね。だいぶ違うな。全く違うですね。いいですか、はい、ふりかけ。あったかいふりかけですね、やたら。出来たてだな。やたら高いふりかけ。全部かけちゃう。来ましたね。全部かけちゃった。うっそ。結構パラパラっすね、思ったより。本当にふりかけみたいだな。うん、パラパラっすね。ちょっといただきます。うん、おいしいっすね。おいしい。味はどう？薄くないの？味は薄いっす。あ、ちょっと薄い。なんか塩とかちょっと混ぜたら良かったですね。おお、なるほど。食感はもうほんとふりかけそのままっすね。ふりかけそのまま？ほんとにふりかけだ。食感もね、あんまふりかけ、ただ味が薄いふりかけって感じ。そうですね、鱗ありでも全然いけるな。逆に鱗ありの方がいいかもしれない。食感がね、出て。よし、じゃあ次は天ぷらの方行ってみましょうか。天ぷらですね。鱗ありから行くわ、最初。鱗ありから行きます。鱗あり、いただきます。いい音するね。いい音しましたね。普通にまあ、食えますね。なんか喉越しが悪いとか感じられるとかないですか。普通に結構柔らかい、持ってるより。え、マジか。漁船張ってないですか、これ。鱗でなんか口の中怪我してないですか、大丈夫ですか。怖いな。カメラ止めた瞬間、口から血がドバッドバッ。怖すぎだろ。鱗なしですね、ほんと。はい、いただきます。なんかこっちの方が柔らかいである。あ、食べやすい。うん、食べやすい。でもこれちっちゃいからね、ほんとに子供でも食えると思う。あ、鱗ありの方が俺好きだ。食感があって逆にいい。大人の味みたいですね。はい、朝食はこんな感じでいただきました。はい、ごちそうさまでした。今度は夕葉詰めでね、この今日釣った魚を餌に大物を狙いたいと思います。楽しみですね。楽しみっすね。その映像を見たら期待できますね、皆さん。そうだよね。たけしを今釣りに好きにさせようって今僕締め替わりますんで。なんか俺がもともと嫌いだったみたいな。たけしはもともと釣り、どっちでもいいです。
じゃあ夕バズメを選びます。はい、開けましょう。めっちゃやばいですよ。とりあえずもう切り上げましょうね。とうとう迷子になります。地方です。てか本当にちょっとネギかけたらマシになるかもしれない。そうですね、ネギまさかないでしょう。そこら辺の山菜か野草取ってこうか。そんな簡単にいくもんな。いや、なかったらなかったで全然いいよ。てかまずネギがないから野草取ってくるっていう発想キンさんしかないだろその発想